餃子の皮で、あのね、あとね、餃子の皮を6枚 ?9 枚でもいいんだけど、9枚つなげて、あの正方形にね、3×3 でつなげて、そこにチーズを置いて、巻き巻きして、オーブンで焼くのもすごく美味しかった。そう。おすすめ。なんかすぐ作れるおつまみみたい。そう、カリカリするの。あとね、コンビニでさ、ホットドッグじゃなくて、なんて言うんだ？調べよ。ラビオリじゃなくて、ブリトー、ブリトー、そう、ブリトーってあるでしょ。あのブリトーも餃子の皮で作れた。餃子の皮を、それも、まあ、3×3 で、並べて水でくっつけるんだよね。で、そこにハムとチーズを入れて、パタンパタンと閉じて、それをフライパンで焼くだけ。まあ、それも実はブルーノで焼いたんだけど、それだけでブリトーになった。めっちゃ美味しかった。で、なんで餃子の皮の料理をそんなにしたのかっていうと、間違えて買っちゃったんだよね、餃子の皮を。なんか、寝ぼけてたのか何なのかわかんないんだけど、間違えて買っちゃったの、本当に。で、家に帰って気づいたら餃子の皮があったの。で、レシート見たら、餃子の皮はレジ通ってたんだよ。なんか間違えて買っちゃったんだよ、餃子の皮を。で、でも餃子の皮だけ買ったとて、餃子の具がないじゃん。だから、餃子作れないじゃん、餃子の皮があっても。で、どうしたら餃子の皮が美味しくなるのかっていうのを、調べていろいろ作ってみたんだよ。18枚の餃子の皮をいかにして美味しく食べるかっていう。しかも18枚入りって結構いい餃子の皮っていうね。とても美味しかった。それ勝手にカゴに、いや多分なんか間違えたんだよね、お肉のコーナーとかで。間違えたというか、なんかね、ボケてたんだろうね。ぼーっとしてた。うん。あ、そういえば今日の色が私の本来の色だ。撮った覚えはあんまりない。ぼーっとしてたから。でもこれ万引きしてたらどうしようと思ったけど、レジちゃんと通ってたから万引きではなかった。うん、寝起きでね、食べたいものがあってお買い物行ったんだよね。実は。ね、何かと間違えたというより、なんか、お肉とか見てた時になんか入れちゃったのかもしれない。それと、同じ感じで、チョコボールがやたらカゴに入ってる時もある。チョコボールを買った覚えはないけど、無意識のうちにチョコボールを買って、しかも勝手に食べていたことがある。それは多分チョコボールが買いたかったんだと思う。意識はない。うん、チョコボール。チョコボール美味しくない？チョコボール美味しくないか？
え、なんかさ、それなんか寝ぼけたりとかないの？みんなは。私普通にあるけどな、寝ぼけてて歯磨き粉を顔に塗りたくるとか。ないの？それが嫌で、朝用マスクにしたよ。洗顔で歯磨きした時とかないの？寝起きでお風呂入って、おけけまいまい用のシャンプーで洗っちゃったりとかない？ないか。ないんだ。みんなしっかりしてるね。あ、おけけまいまい家にいない家庭の子なんだ。そうなんだ。あ、そもそもおけけまいまい、おけけまいまいがいない家庭の子なんだ。あ、そう、コンディショナーした後にさ、シャンプー、シャンプーしたっけみたいな言って、コンディショナーして、あれコンディショナーしたっけみたいな感じで、なんかこう、何回も何回も頭洗っちゃう時とかあるよね。わかる、すごくわかる。え、でも男の子ってさ、コンディショナーするの？え、コンディショナーするの？みんなあれじゃないの、体と頭どっちも洗えるコンディショナーも入ってるよみたいなやつじゃないの？え、みんなコンディショナーするの？え、そうなの？体洗うやつと一緒じゃないの？え、おしゃれさんじゃん。なんだよ、騙されたわ。みんな陰キャかと思ってたのに。コンディショナーとシャンプー分けて使うとか陽キャじゃん。騙されたわ。